森の中は私の独壇場。リスの怖さを見せてあげるよ。さあ、疲れる前に終わらすよ。お、魔物退治のお仕事？はいはい、サクッとやっちゃうよ。あんたは勝利のアンパンの用意でもしといてね。私、なかなか決まってない？かっこよくない？また人気出ちゃうよ。困るなあ、マジで。戦いに慣れてきたとはいえ、やっぱりあんたが隣にいると心強いし頑張れるよ。あんがとね。いろいろあって私の日常は変わっちゃったけど、あんたは変わらずにいてくれるんだね。そういうの結構嬉しいな。仕事も遊びも気づけばいつもあんたと一緒だね。そばに誰かいてくれるって案外いいもんだね。何の因果か労働に勤しむ私。まあ、ほどほどに頑張るよ。はあ、帰りたい。働いた後のアンパンは美味しいね。まあ、働いてなくても美味しいんだけど。ねえ、次の休みはいつ？いえ、マジで？働きすぎて死んじゃうよ。働き出してからも、あんたには何かと助けられっぱなしだね。気づいてないかもだけど、結構頼りにしてるんだよ。だね。平和を享受しながら食べるどんぐりは格別だよ。この前はママからもらった鎧のおかげでたまたま活躍しちゃったけど、やっぱ戦いなんてまっぴらごめんだね。鎧を着なくていいのは平和の証。これからは部屋のインテリアとして余生を過ごしてよね。ちょ、びっくりした。あんたね、いくら私が相手とはいえノックくらいしてよ。私はリスだよ、小動物だよ。ナイーブなんだからデリケートに扱ってよね。いや聞いてよ、どこまでマイペースなのさ、あんたは。んで、手紙ってどこから？ぎ、カオンからじゃん。うわー、読みたくない。絶対ろくなこと書いてないよ。なになに？は？仕事の依頼？なんで私に？冗談じゃないよ。あれはマヒーたちが頑張っただけで、私は全然大したことしてないのに。やだやだ、せっかく平和な日常が戻ってきたんだ。もうほっといてよ。うん、本気でそう思ってるならあんたの目は節穴だね。どんぐりでも詰めておきなよ。ぬぬ、行っても地獄、行かなくても地獄の八方塞がりじゃん。ひどい、私が何したっていうのさ。わかってるけどさ、でもでも、うふふふ、働きたくない。ぬぬぬ、行っても地獄、行かなくても地獄の八方塞がりじゃん。ひどい、私が何したっていうのさ。ところであんた、どうしてさっきから私の鎧をじっと見てるの？違うって、それはもうただのインテリアで。もう説明するのもめんどくさい。サボったらまた訓練させられるし、さっさと済ませちゃおう。そうだ、せっかくだし鎧着てこ。もし任務が失敗してもやる気はあったって評価してくれるかもね。
今度こそこれを着るのは最後にしたいよ。仕事は遭難者の救出だったね。魔物退治とかじゃなくてよかった。一応私が得意そうな任務にしてくれたみたいだけど、気遣いの方向が間違ってるよね。ま、困ってる人もいるし、パパと行くよ。ちゃんとついてきてね。ふう、暗くて足元も悪いし、厄介な森だね。ま、リスのビーストの私にはなんてことないけど。ほらほら、はぐれたり転ばないように気をつけてよ。二重遭難とか面倒なことはやめてよね。これくらいビーストなら誰でもできるって。お褒めの言葉より私はアンパンが欲しいよ。気配がするね。動物でも魔物でもない気配。あっちだね。あ、いたいた。おーい、大丈夫？やった、救助が来てくれた、助かった。すまない、キノコ狩りをしてるうちに迷ってしまって。はいはい、いいからさっさと戻ろうよ。もたもたしてたら魔物が来ちゃうか。言ってるそばから、魔物退治は専門外なのに。危ない。いや、死んじゃうって。すごい、魔物の攻撃を全部いなしてるぞ。いや、私にそんなことできるわけないじゃん。魔物が勝手に外してるだけなんだけど。私の動きとブカブカの鎧がブレたせいで見間違えちゃってるのかも。ちょ、もう勘弁してよ。うまー。あれ全部当たっちゃった。なんてやりさばきなんだ。変幻自在で軌道がまるで読めなかった。ああ、小さな見た目からは想像もつかない強さだ。こんな達人がランドソルにいたなんて。コテがゆるゆるなせいで槍の軌道がずれちゃうだけだよ。私が達人なわけないじゃん。まあ、いっか、やることやったし早く帰ろう。倒せてなかったの？来るな。ああ、槍がコテごと飛んでっちまった。もうおしまいだ。ピンチと見せかけて頭上の死角をついた投擲だったのか。この状況下で冷静にそれをやってのけるなんて、まさしく達人だ。なわけないじゃん。全部ただの偶然だよ。でもすごく盛り上がってるし、なんだか言いにくいな。はあ、厄介な勘違いされちゃったよ、ほんと。から仕事もせずにゴロゴロしながら食べるアンパンは最高だね。甘めでとろけそうだよ。
あれから任務も来ないし、やっぱり平和が一番だね。その話題はもういいよ。あれはただの偶然なんだってば。カオンも私に期待なんかしないでほしいよね。どんぐり拾いとかの任務なら考えなくもないけど。お、誰だろう。はーい、どうぞ。失礼します。あなたがリンさんでよろしいでしょうか。そうだけど。え、何？あんた誰？私は動物園所属の者です。本日は動物園より直々にリンさんに仕事の依頼をお伝えしに来ました。はい？ごめん、ちょっと何言ってるか分かんない。動物園が私に？絶対人違いだよそれ。いえ、間違いありません。リンさんには私と他のギルドと合同で盗賊団のアジトに潜入、人質の解放、そして盗賊団の討伐の任務に参加してもらいます。そんなのカオンの仕事じゃん。ほら見て、この大きくて可愛い尻尾。私はリスだよ、リス。アラゴとは向いてないんだってば。詳しくはこちらの書類に書かれています。よく目を通しておいてください。ね、聞いてる？もしもし、聞こえてますか？リンさん。何？文句あるの？なんならこっちはその100倍文句あるけど。いえ、ご活躍期待してますよ。な、何今の？あの意味深な物言い、嫌味なの？それとも本気？怖い。得体が知れないものってほんと怖いよ。よし、逃げよう。遭難者の救出ならともかく、盗賊団の相手とか死にに行くようなもんだし。ほら、書類にも有力ギルドのメンバーの名前が載ってるよ。私一人行かなくても問題ない。えな、何この報奨金の額。これだけもらえたら欲しいゲーム全部買ってお釣りで高級アンパンの豪遊生活できるよ。でも盗賊団だよ。怖いし危ないし。でもお金欲しいよね。違うって。これは、こら、勝手に鎧の準備しないでよ。仕方ない。行くだけ行ってみんなの後ろについてこっと。で、戦うふりだけしてやり過ごそう。払いたければ笑えばいい。それが弱者の生存戦略だよ。はあ、合流場所に着いたはいいけど。ああ、なんかみんなこっち見てるよ。まあそりゃそうだよね。カオンのみんなじゃなくて来たのが私だもん。こんな小娘に何ができるとか嫌み言われるだろうな。やだな。まあでも期待されてないならサボりやすいかも。彼女が噂の普通の女の子にしか見えないけど。よく見てください。一見やる気がなくだらっとしてますが一切隙がありません。無駄な力の抜けた完璧な自然体です。言われてみれば達人然とした佇まいだ。でも本人を前にしてもまだ信じらんねえよ。なあ、あんちゃん、彼女が、あの、ちょ、話盛りすぎだって。頑張ったのはマッヒーたちでしょ。自分の手柄を誇ることを良しとしないなんて、謙虚な人柄も素敵じゃない。嘘、大げさ、ダメ、絶対。本当良くないよ、そういうの。自分の手柄を誇ることを良しとしないなんて、謙虚な人柄も素敵じゃない。はい、今回の任務のリーダーは彼女しかありえません。
こんなすごいやつと組めるなんてラッキーだぜ。よろしく頼むぜ、リーダー。ちょ、やだ、勝手に決め、ねえ、聞いてよ。どうしてこんなことに。毎日ぐうたらしてた罰なの。帰りたい、切実に帰りたい。任務開始した途端、一気に顔が引き締まったわ。平時と戦時の切り替えができているのです。さすがですね。違うよ、戦闘に立たされて緊張でこわばってるだけだもん。おい見ろ、あそこ見張りがいるぞ。速攻で倒すか。いえ、ここで騒ぎを起こすのは得策ではありません。できれば戦闘は避けたいところですね。でもあまりもたもたしてられないわよ。うんうん、面倒事はあんたたちで片付けてよね。その間私はどんぐりでも食べてブレイクしよう。あっ、どんぐりがこぼれちゃった。リンさん、何をしてるんですか。なんだ、誰かいるのか。くそ、気づかれた。こうなったら先に仕掛けるしか。あ、なんだこれ。うわぁ、すべ、すべ、うわぁ、たたたたた、たぁ。どんぐり踏んで、転んで気絶しちゃったわ。すげえ、あんな方法で戦闘を回避するなんて、ただ強いだけじゃねえのか。偶然、偶然だから。もう無理、一旦休憩しよう。敵陣の最中で休憩？本当に大丈夫なの？いえ、だからこそです。極度の緊張が続き、精神的に疲労してきていますから。リーダー自ら休むことで、俺たちが休みやすい雰囲気を作ってくれたのか。はい、リーダーの鏡ですね。疲れる、もう勝手にしてよ。着きました。ここが盗賊たちの集まる広間です。リンさん、どうしますか。どうと言われても。ねえ、どうしようか。へへ、お供のあんちゃんもやる気みたいだぜ。行こうぜリーダー。もうどうにでもなれ。なんだてめえらは。我々はギルド連合だ、盗賊団よ。おとなしくお縄につくんだ。それだけの人数でか、なめられたもんだぜ。おめえらやっちまえ。よっしゃ、さっさと行かねえか。お頭、あの女、もしかして噂のナッツクラッカーじゃ。あんなガキがトワイライトキャラバンの連中に被験する災害級の化け物だってのか。噂じゃ小柄でやり使いの女ビーストだって。本物じゃねえか。やべえですぜお頭、俺たちごときじゃ束になってもかなうわけがねえ。うわぁ、盗賊にまで噂が広まってるの。しかもナッツクラッカーって、もっといい二つ名つけてよね。でも勝手に怯えてくれてるのはラッキーだね。うまくやれば戦わなくていいかもね。強化して。なんだよそれ。ねえ、おとなしく従ってくれない。あたし手加減ってやつが苦手でさ。このチンケな味とことぐちゃぐちゃにしちゃうかもよ。
来るな来るな。バカ戻ってこい。脅かしすぎちゃった。どうしよう。リンさん危ない。逃げられない。こうなったらもうやけだ。あっち行け。次もうちょっと次。ギャッゴー。ギャッ。あっさり片付けちまった。ごめんなさい。さらった人たちや盗んだものも全部返すから、どうか命だけはお助けよ。驚きました。まさかこれほどとは。たった一人で制圧しちゃった。すげえよ。どうも。ありがとうございました、リンさん。あなたのおかげで双方被害もなく任務を終えることができました。いや、私何もしてないから。その奥ゆかしさも美徳ですね。あなたと共に戦えたことは一生の誇りです。事後処理くらいは私たちに任せて。報酬の追加も掛け合っておくね。あんた最高のリーダーだったよ。それじゃあな。ほんとお疲れだよ。私は勝手に持ち上げられて、危険なとこに駆り出されて、誤解はさらに深まっちゃったし、面倒ったらないよ。でもいろいろ偶然が重なったとはいえ、2件連続で依頼を解決できたんだよね。もしかして私実はできる子なんじゃない？仕事前のアンパンは最高だね。おかわりちょうだい、マネージャー。もう仕方ない、ちょっくらやってきますか。それではお呼びしましょう。新作ゲーム発表会の特別ゲスト、どんぐりレンジャーリンさん。早々だけど帰っていい？リンさんいきなりすぎです。皆さん、リンさんが頑張れるようにどんぐりをステージに投げてください。リンちゃん頑張って。おやつがいっぱいだ。ありがたいね。それじゃもうちょっとだけ頑張るよ。なあ、イベント終わったらこのゲームもらっていい？どんぐりレンジャーリンさんの握手会はこちらです。整理券の番号順にお並びください。リンちゃん、いつも応援してます。頑張ってください。うん、ありがとう。でもあんまり頑張りたくないな。俺リンちゃんの大ファンで、あのよければ俺の名前呼んでください。めんどい、やだ。くふー、その塩対応たまんない。ありがとう。疲れた疲れた。この後の予定は？げー、めんどくさいな。ま、私が強いから仕方ないけどね。
しかしこの私がこんなに働くなんてね。どんぐりレンジャーなんて呼ばれてチヤホヤされてさ、人生わからないもんだよ。全然。でもね、ちょっと頑張るだけでガッポガッポ儲かるんだよ。適当な対応しても周りが勝手に盛り上げて喜んでくれるし、きつい仕事もあんたに手伝ってもらえばどうにかなるし。いや、労働ってちょろいね。まあそれも私のこの強さのおかげなんだけど、このまま人生イージーモードでいきたいね。あんたにも甘い汁吸わせてあげるからよろしくね。好調好調絶好調。今日もまったりがっぽり稼ぐよ。さてさて、どんな依頼だ。はあ、魔物退治ね。普段なら面倒だけど今日はなんだか気分がいいんだよね。これくらいの魔物なら問題ないし、ちゃんと強いとこもアピールしとかないとね。早速行ってくるよ。いつもは嫌がっても行かせるくせに、何なのさ。なんであんたが行かせたくないのか知らないけど、今の私なら問題ないのに。危険って討伐対象大したことないやつだよ。しっかりしてよマネージャー。なんであんたが行かせたくないのか知らないけど、今の私なら問題ないのに。まあいいけどね、絶対行きたいわけじゃないし。それじゃこっちの軽い仕事行ってくるよ。うん、同行しなくていいよ。そんな大変な仕事じゃないし。それじゃ行ってきます。ふう、思ったより早く終わっちゃった。とりあえず帰って昼寝でもしようかね。そうだ、あの魔物退治の依頼確かここからすぐだったはずだよね。せっかくだしついでに片付けちゃおっか。ふふん、私が退治してきたって言ったらあいつどんな顔するかな。楽しみだな。ほら、簡単に倒せたじゃん。悔しがるあいつの顔が目に浮かぶね。さ、帰ってアンパンでも食べよ。え、新手の魔物？尻尾がざわざわする。こいつちょっとヤバいやつかも。あ、もしかしてあいつこの魔物が出るって知ってたから私に行かせないようにしてたんだ。だとしてもこれまでの私とは違うんだから、これくらい私一人で倒してみせるよ。あ、危なかった。なんて早くて重い一撃なの。鎧がなきゃ死んでたかも。でも今度はこっちの番だよ。って、あれ、なんだか動きづらいよな。うわ、鎧がへこんで緩さがなくなってる。ううん、今の私は強いんだ。鎧の効果がなくたってやれるんだからね。やあ、で、全然効いてない。あ、ダメ、かわしきれない。あ、痛い。直撃は避けたのに。この私がこんなことで。あ、そっか。私勘違いしてたみたい。私が強いんじゃなくて全部あの鎧のおかげだったんだ。なんだ、
鎧だけじゃない、あいつがサポートしてくれて、周りのみんなが持ち上げてくれたからうまくいってたんだ。私自身は最初から何も変わらない、ダメでぐうたらなギルドのお荷物だ。ほんとバカみたいだね。調子に乗っちゃってさ、もう指一本動かせる気がしないよ。ここまでなのかな。ねえ、私よくやったよね。もう一度だけあいつに褒めてほしかったな。してる私なんかのために、いや、あんたはそういうの関係ないね。誰であろうとまっすぐに助けに来てくれる、そういうやつだったね。でもごめん、私もう動けないよ。たとえ動けても鎧がなきゃまともに戦えない足手まといだもん。こんな役立たずなんか置いて早く逃げなよ。ランドソルに必要なのはあんたなんだからさ。そう言われても無理、やっぱり私には無理だよ。あんたは本当に優しいね。でも自分が一番わかってるんだよ、私は弱いって。なんで私を強化してるの？あんた私をかばってギリギリなのに。自分も危ないのに人のこと気にしてるあんたの方がよっぽどどんぐりレンジャーだよね。まったく、こんな時にあんたは恥ずかしいな。もうでもおかげで思い出せた、どんぐりレンジャーは私だ。ダメダメだけど私がどんぐりレンジャーなんだ。ここでお人よし一人救えないようじゃどんぐりレンジャーどころか本当にダメ人間になっちゃうよ。やい、そこの魔物、あんた光栄に思いなよ。カルミナも裸足で逃げ出すほどの人気者があんたにとっておきをお見舞いしてあげるよ。この先何十年分の労働意欲を一気に前借りしたどんぐりレンジャーリン、最後にして最強の一撃をね。労働よさらば。見てた、私だってやるときはやるんだよ。どういたしまして、でももう限界、あとはよろしくね。あれ、私、そっか、魔物倒してそんで動けなくなって、あんたが背負ってくれてるんだ。うん、やっぱりあんたに褒められると嬉しいな。そう考えると頑張るのも悪くないかも。でも労働なんてしたからおかしくなって迷惑かけちゃったんだよね。ああ、やっぱ慣れないことするもんじゃないね。
だから私の役目はもう終わったの。これからは毎日くっちゃねして過ごすんだから邪魔しないでよね。知らないよそんなの。カオンでもカルミナでも強い子なんて他にもいるんだし、そっちに頼めばいいだけじゃん。そういうわけで私はもう絶対に働かないから。じゃあね、おさらばおさらば。鎧の問題じゃないの。私の労働意欲はゼロなんだから。そういうわけで私はもう絶対に働かないから。じゃあね、おさらばおさらば。毎日毎日しつこいね。逃げるのだって体力いるんだよ。あんたほんと真面目だね。でも何と言われようと働く気はもうないんだってば。私を働かせたければまずは捕まえるんだね。言っとくけど前みたいな騙し討ちは通用しないよ。アンパン、どこ飛んでるの。お日様が眩しくてよく見えないよ。違う、この光はお日様じゃない。うわほらほら、もたもたしないで。気抜いてるとあんた死ぬよ。今街はゾンビであふれ返ってるんだから。そう、今日は大人気ゲーム町内オブザデッドのイベントで、本当は一歩たりともお家から出たくないんだけど、今日だけは頑張るしかなかったよ。なんたってゾンビが大量発生する上にアイテムドロップ率も倍、さらに特定のスポットでイベント限定のゴールデンゾンビの出現、こいつを倒せばエクストラクラスに転職できるアイテムが手に入るんだから、引きこもりだって家を飛び出すってものだよ。そういうこと言うやつはゾンビに食われればいいと思うよ。おっと、早速敵のお出ましだよ。私はこの辺でやってるからまた後でね。ふう、ずいぶん倒したね。アイテムもたっぷり手に入ったし、残すは本命だけだね。うわ、行ったそばから出たな、ゴールデンゾンビ。限定アイテム落とせ、このやったー、勝ったよ。金のホルモン焼きゲット。うひひひ、わざわざ外に出た甲斐があったね。あんたはどう、ゴールデン倒せた。うわ、雑魚ゾンビにたかられてるし地獄絵図だね。ネタだな。ちょっと見せて。うわ、なんなのさこの装備。なんで角材なんか装備してるの。属性もめちゃくちゃだし、もっとやる気出しなよね。とりあえず武器を変えて、火力不足は手数で勝負だよ。うりゃ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 りゃりゃりゃ、ほらやってみて。まあもう全然遅いよ、食われてる食われてる。早く回復サプリ飲んで。はあ、死んだ。ほんと下手っぴだねあんた。何ヘラヘラしてんのさ。うっ、別にゲームのためだから仕方なくだよ。でもあんたと出会ってなかったら多分今も家の中にいたよ。だからあんたのおかげだよ。あんがとね。それでさ、あんたさえよければもう少し一緒にいてほしいの。ねえねえ、兄ちゃんたち町内オブザデッドやってるんでしょ。ゴールデンゾンビの倒し方教えてよ。なにこのちびっ子たち、ちょっといい感じだったのに。やだよ、めんどくさい。ゲームなんかしてないで帰って勉強でもしてなよ。姉ちゃんだってゲームしてるじゃん。
頼むよ。ほら、キラキラのどんぐりあげるからさ。くっ、花の女子高生がどんぐりごときでと思いつつも、なぜか惹かれる私。わかったよ、まとめて面倒見てあげるよ。やった、ありがとうお姉ちゃん。まずは俺のから教えて。はいはいっと。お、なかなかいいじゃん。こっちの兄ちゃんよりセンスあるね。はい、お疲れ様。リンちゃん、なんだかんだで楽しそうだったわね。それにしても、あのリンちゃんは自分から外に出るなんてね。これまで散々ダメなとこ見てきたから、なんだか感慨深いわ。まあ、めんどくさがりなだけで本当にダメな子じゃないから、いずれ外に出るようになってただろうけどね。でも、その時隣にあんたがいるのといないのとでは、その後の人生が大きく違ってくると思うわ。ここまで一緒に頑張ってきたんだもの。これからも見届けてあげなさいよ。それじゃ、まったね。おぉ、はぁ、なんか寝ちゃってた。外で寝ちゃうとか、さすがにだらけすぎかも。しかし、変な夢だったな。あんたと外で一緒にゲームしてる夢。夢の私、自分から外に出てた。楽しそうだったな。一旦部屋に戻ろうか。大丈夫、もう逃げたりしないから。ねえ、依頼書見せて。これが一番楽そうかな。そんであとは、またこの鎧を着ることになるなんてね。うん、ちゃんと修理されてる。いいねいいね。残念だけど、どんぐりレンジャーはあの時死んだよ。だから今の私は、逃げ足とサボり癖が強化されたどんぐりレンジャー2号とか X とか、あ、まあそんな感じ。2号はこれまで以上に適当にやってくよ。無理、良くない、絶対。さあ行こうか、マネージャー。ふんわり労働で甘い汁を吸いに行こう。お仕事ね。やる気のあるうちはほどほどに頑張るよ。そこんとこよろしくね。森の中は私の独壇場。リスの怖さを見せてあげるよ。さあ、疲れる前に終わらすよ。
気出した私はちょっとすごいよ。私ができる人間だとか勘違いも甚だしいよね。ママがくれたこの鎧のおかげなのにさ。鎧を使わない日常が一番だよ。あんたもそう思うよね。まあ疲れた。やっぱり働くってすごく面倒だよ。こんな大変なことみんな毎日やってるんだ。そう考えるとあんたもなんだか輝いて見える気がするよ。しんどい。もう働きたくないよ。もしかしたら私はできる子なんじゃって一瞬でも思った私がバカだったよ。たまたま任務がうまくいっただけだったんだ。これまで通り部屋でぐうたらしてるのがお似合いだよ。え、私ができる子？つまらないお世辞はやめて。いや、あんたはお世辞なんか言わないよね。あんたがそう言うなら、もう少しだけ頑張るよ。その代わり、最後までちゃんと面倒見てよね。この私が人気者なんて何の冗談だろうね。でも目の前には山のような仕事の依頼。ぐうたらな日々が懐かしいよ。労働なんて死んでもごめんと思ってたけど、案外どうにかなるもんだね。まあこれもすべて私の才能のおかげなんだけどね。楽勝楽勝。今の私は敵なしだよ。この強さ、私は自分が恐ろしいよ。なんてね。さあ、次の仕事は何？どんどん行くよ。はい、ごめんなさい。調子に乗りすぎたね。なんかおかしいと思ったんだよね。この私が強いなんてありえないもん。やっぱり私は労働に向いてないってよくわかったよ。でもあんたには感謝してるんだ。あんたがいてくれたから私は頑張れたんだよ。まだ手を伸ばしてくれるの？あんたがそう言ってくれるならもう少しだけみんなの人気者をやってみるよ。見捨てちゃやだからね。Thank you.
リンはレベルが上がったってやつね。今日も疲れた。やる気ゼロだし、もう寝ちゃおうかな。ふかふか。私の尻尾と互角とはやるね。私の代わりに誰か働いてくれないかね。これは危険な暖かさだね。労働意欲がなくなるよ。猫みたいに丸くなっちゃうよ。私、リスだけどね。次の休みはあいつと一日中ダラダラしたいな。私だってたまには本くらい読むって。全然似合わないけどね。任せちゃダメ。合わせちゃってごめんね。痛いの言っとく。畳みかけるわよ。まだやれます。あなたに力を。めんどいな。もうこのクールに燃え上がる、はい、強く鋭く。どんぐりどうぞ。あなたに力を。私もやるぞ。糖分補給。しみるね。元気出た。はい、おっそ分け。私もやるぞ。ナッツエグゼキューション。逆人力です。あなたに力を。行くわよ。早く強く連れ出く。疲れた。おぶって。あなたに力を。仕方ないな。ナッツエグゼキューション。こりゃすごいね。めんどいな。もうまだやれます。めんどいな。もう負けないわ。たまにはやりますか。糖分補給。しみるね。助かったわ。仕方ないな。エグゼキューション。あ、私だって。それ。はぁ、めんどいな。もうはい、おっそ分け。まだやれます。あなたに力を。生きるため。私の全力です。エンチャントアロー。私もやるぞ。糖分補給。しみるね。元気出た。めんどいな。もうりんちゃんが一緒で安心だよ。そこまで言うならたまには働くか。これだけ頑張ってるんだから、最後は報われないとやってられないよ。笑顔でみんな揃って牧場に帰りたいね。お金を稼ぐのって大変だね。いっつも頑張ってるマヒーに感謝だよ。ありがたみを知った上で、それでも私はサボりたい。働く私を見られるのは今くらいだよ。目を離さないでね。じゃないとすぐにサボりそう。